皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は if、 もし何々ならばという表現でしたね。この練習問題を解いていきたいと思います。 if、 もし何々ならばという意味で2つの文章をつなぐ接続詞でしたね。そして if が入っている部分が前に来ているときには後ろの文章の前にカンマを入れました。また if の部分が未来を表す場合でも if の文章の中には未来を表す will を使わないんでしたね。ではこのことを確認しながら問題を解いていきます。四角1、日本文の意味に合うように英文を完成しましょう、こういう問題です。カッコ1、もしあなたが興味があれば私に電話してください、こういうものですね。英文の、書いてある部分を見ると棒線があって You are interested、 あなたが興味があるっていう部分が前にありますね。そして Please なんとか me となります。ここに興味があればという、ね、日本語があるので興味があるという部分の前にif をつけます。 if you are interested、 これでもしあなたが興味があれば、そして後ろの部分、私に電話してくださいですね。 please、 電話するはこうですから please call me、ね、if you are interested please call me、 これで1番の英文完成しました。では2番を見てみましょう。もし明日晴れたら私たちはサッカーをします。英文見ていくと前の部分 We なんとか play soccer、 It is sunny tomorrow、ね、もし明日晴れたらというのがもしがついているんで明日晴れるという部分を探すと後ろに It is sunny tomorrow とありますから、この文章の前に if がつくんですね。だったら前の部分、ね、私たちはサッカーをします。これは明日のことですから、未来を表す will を we の後ろに入れて we will play soccer if it is sunny tomorrow、ね、we will play soccer if it is sunny tomorrow、ね、こんな風になりますね。 if の部分も明日のことを言ってるんですけれど、この if の入っている部分に未来を表す will 入れないんでしたね。カッコ3番です。もしそれを気に入ったならあなたにあげます。英文書いてある部分を見ると、棒線があって you なんとか it で後ろが I'll give it to you こうなっています、ね。あなたにあげますよと言います。ここにカンマがあるので if が入っている部分が前にあることがわかりますから、一番最初に if、 これが入りますね。 if you、 これ気に入る、この単語は like ですね。皆さんは最初の頃、ね、中学1年生の時好きという意味で、勉強したと思いますけど like というのは好きという意味、気に入るね、そういう意味なんですね。ですから If you like it, I'll give it to you. If you like it, I'll give it to you. これで、もしそれを気に入ったらあなたに言えますという英文が完成しました。では四角2番です。 If を使って2つの文を1つにしましょう、こういう問題ですね。カッコ1番、英文が2つあってYou are sleepy。 もう一つが You can go to bed now、ね、どちらに if を入れたらいいか考えるとき、2つの文章を比べて意味を考えてどっちかなと、考えてみますね。 If you are sleepy、 もしあなたが眠かったらという意味ですね。 You can go to bed、 もしあなたが 寝ることができるならと、ね、どっちに入れたらいいか、もしあなたが眠かったらあなたは今
寝てもいいですよという。こっちにインフをつけると、もしあなたが、寝ることができたらあなたは眠いですよと。これはおかしいですよね。ですから意味的にも if は前の文章につきますね。もしあなたが眠ければ、 if you are sleepy、 if の文章前に来たのでカンマが必要ですね。そして後ろの文章、 you can go to bed now、ね、if you are sleepy, you can go to bed now。 もしあなたが眠ければ、ね、あなたは寝てもいいですよという英文になりましたね。括弧2番です。You must study hard。 あなたは一生懸命勉強しなくてはなりません。後ろは You want to be a teacher。 あなたは、先生になりたいと思っていますと、ね、どちらに if をつけたらいいでしょう。もし前の文章に if をつけると、 If you must study hard、 もしあなたが一生懸命勉強しなければならなかったら、 You want to be a teacher、 あなたは先生になりたいでしょうというのはちょっとおかしいですよね。後ろの文章に if をつけると、 If you want to be a teacher、 もしあなたが先生になりたかったら、 You must study hard、 あなたは一生懸命勉強しなくてはいけません。あ、こちらなら意味が通りますね。ですから if がつくのは後ろの部分ですね。 If you want to be a teacher、 こうなりますね。この順番で、2つの部分を、1つにしてみたいと思います、ね、You must study hard if you want toBe a teacher、ね、You must study hard if you want to be a teacher、ね、あなたは一生懸命勉強しなければなりません、もしあなたが先生になりたいならと、ね、このように2つの文章を1つに、まとめることができました。よろしいでしょうか。今回は if を使った練習問題解いてみました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。